わい、しまった、レスバ中にごじった、負けたか。相手、だから、その話は〇〇だってば。わい、キュン。愛してるよ。メスになるエッチ、かわいい。たまに優しい人いる。なんかわかる。わい、やばい、負けそうや。あ、焦って、ごじってて草、引きすぎやろ、わらわら。レスバでごじは、突っ込んだら負けやろ。アマチュアのレスバで、そこつくのはレギュレーション違反や。当たり前やろ、論旨と関係ない部分に突っ込むなんて、敗北宣言と同義やろ、ギャラリーにも負け判定されるわ。たった数年前は、ごじったら即レスバ相手に突っ込まれて、周囲もバカにしてきたんや。そんな風潮あった記憶ないんやが。まあ数年前と言っても、ほぼ10年近く前やけどな、ごじ煽りは確かにあったで。おっちゃんやん。今年で40や。ジジイがレスバとか恥ずかしくないんか。さすがに30代で卒業した、レスバはもうやってない。30代って3年前にまだやってたなら37くらいやろ、おっちゃんやん。やめて。今やギャラリーが全力でごじ突っ込んで車強だぞ。なんぜいやつやろ、レスバは論子なんか関係なく最後にレスしたやつの勝ちなんやが。普通に論破された方の負けやで、泥沼化したら最後にレスした方の勝ちやが。ガチなおっちゃんやん。こっちが喧嘩腰なのに、きちんと論理で返してくれる人、助かる。ワイガチが頭に上がってても、だんだん落ち着いてくる。意外と、そのスタイル、大事なんやな、ワイも心がけるわ。言いまかそうとするのではなく、建設的な話し合いをしてくれるあなたのような人、本当にありがたい。旗から見てても、ゴジ煽りは見苦しいしな。わかる、ごちゃんでゴジ脱字はスルーしてほしい。文句あるなら、キーボードアプリに行ってほしい。ワイは、わざとゴジを数箇所置いて突っ込み入れるか確認してるで。てか、ゴジ煽りをしたところで、その先がないやろ、で、反論は、で、全て潰されるし。でも、ギャラリーの大半がゴジ煽りがつくと思ってるガッチだったら負けるやろ。でも、草生やしまくってるやつがゴジったら煽っちゃうよね。気づいた時には、書き込みボタン押してることしょっちゅう、慌てて戻るボタン押しても無意味。優しい人、ありがとうな。ちょろすぎやろ。キュンは、キモい。昔は、兄の首取ったようにゴジに反応してたのに。兄弟喧嘩するんじゃない。レスバトルとかいう採点競技。最近は、レスバ判定員が出しゃばってきてうるさい。ゴジ煽り、昔はあったよな、昔より今の方が賢くなったのでは。レスバしてる時点で、賢いとは言えないから問題外だろ。ちな、ワイは10年近く前にゴジで上げ足取られてレスバに負けたので、ゴジを指摘できれば勝ちなんやな、と思い込んで、3年くらい前のレスバでゴジ煽りをしたら、ゴジくらい誰でもあるだろ、バカか、と言われて、また負けた模様。単にレスバ雑魚勢では。よくそんな昔の書き込み覚えとるな。負けたレスバは、悔しいからよく覚えてるもんやで、こっちが間違ってないと確信があるときは、さらにそうや。俺はないが、自分がバカなだけなのに開き直るなよ、だけで完封できるやろに。レスバクソ弱くて草生える。レスバしてたらお互いにごめんなさいして平和に終わったことあったわ。自称医学生やったけど、賢いやつは話分かろうとしてくれるから好き。反論ついでに指摘する。ゴジに突っ込まれたけど、その時に相手もゴジって助かった時あったわ。よほど興奮したんやろうな。興奮しなくても多少のゴジはあるやろ。そいつ可愛いな。その場の空気想像したら面白すぎる。手肌と、ゴジのレベルが次元超えてるからゴジ煽り成立するよ。カモカモ返しとか、ハイ休みとか。手肌を見てるのは、さすがに草。え、わざとだろそれ、まともに生きててそんなゴジするか。ウィンウィンの関係、好き。ハイ休み、大好き。なんでハイ読めて、ボン読めないんや。サコ、今、噛んだよね。レッテルバリ始めるやつや、とりあえず聞いてて草とかのテンプレ返す連中も、負けてるようにしか見えんわ。その場に合わせた返しができません言うてるようなもんやん。ごじるってことは、かなりの興奮状態だからな。あえてそこは指摘せずに、リズメすれば勝てる。ごじ指摘されるとすごい恥ずかしくてカッとなっちゃうよな。ごじだの顔真っ赤だの、そういうしょうもないこと言ってくるってことは、お前が優勢な証。逆にそういうのが返ってこないってことは、相手が優勢な場合が多い。なるほどな、ごじの指摘もされない、する必要すらがないってことは、人間の質やレベルが話してる相手とは、もう違うんやな。はてなを、るって間違えるの好き、言うほどる、みたいな。専門版やと、レスバに負けたらツイッターにスクショ貼って、〇〇信者にスレを荒らされた、って自分の嫌いなジャンル攻撃目的で拡散するやつおるよな。ごちゃん見てるとか、両フォロワーに言えるな、近寄りたくないやろ、そんなやつ。ツイッターでもうコベン使ってるやつ、ほんまろくなのおらんからな。ゴジ脱字もそうだけど、本筋と関係ないところで上げ足取るのもやめてほしい。ワイのレスバしたいところは、そこやないねん。これ、ギャラリーの反応をゴジ煽りしてきたやつが攻められるか、ゴジったやつが攻められるかの二択なの怖いわ。ゲームセットになるであろう最後の決めの煽りで、まるまるだこ、わらわらになってるレス好き。
キーボード入力の時は、ゴジは笑われた。フリックになってから、割とみんなゴジ語変換するからあんまり煽らん。変換ミスならいいけど、そもそも言葉を知らんとか、漢字の読みが違うとかは相手が下になるから。でも、アリさん走るわ、とか、水流の危機は、指摘して勝ちたくなるやろ。それは、キーボードの操作ミスじゃなくて普通に間違えてるからな。コト線に触れるは、ネタ周知されてなくて結構釣れる。ゴジ煽りは線、牛の情けや、言葉の意味間違ってたら、ボコる。ゴジ煽りは、大接戦の時にこそ威力を発揮するやろ。相手が焦ってるってことで、精神的優位を演出するのにしか使えないから、実質負けてる時にしか使えんやろ。ほう、南ジェイミン、レスバ中にわざとゴジを入れる高等技を使ってしまう。ふーんって、何が言いたいん？論理的に言いくるめられないから、レッテルバリして勝利宣言、ノータリタル？日本語も使えないくらい壊れちゃってんじゃん。わざと、ゴジ入れてたんだけど、本質で論議できないバカって上げ足取りに来るんだよね、わら。強い。ハンターハンターみたいなことすんなよ。文脈させる程度のゴジを流せないのは雑魚やね。そこしか指摘できてないって印象になるからうまいわな。わざとの後の、点がうざい。顔真っ赤でタイプミスしてる可能性もあるし、つつくのは有効。Y が中学時代に編み出した技やん。なお Y は、5時どころか誤用してしまったので、頭悪いの隠そうと必死で草と煽られて無事沈んだ模様。忘れられないくらいトラウマ植え付けられてもうてますやん、わら。特に何もない人生だから、たまに何かあると全部覚えてるだけだぞ。くさ。強い。南ジェイミンは、5時結構スルーしてくれる印象。そこに突っ込むと論点すらしと思われるからな。変換ミス指摘するのは、アスペシューすごいから、基本的に握手。スマホだと、ガチで変換ミス多いから普通に誤字脱字多いわ、勝手に濁音半濁音つけられるし。わざと隙を作って、相手の動きを限定するやり方やな。宮本武蔵も、五輪の書で同じこと言ってたわ。ノータリタルって、古文ではどういう意味や？ノータリテルって意味や。称賛してるんやな。本質で議論できないバカやから、相手を引っ掛けるような真似をするんやないか。まあこれ。本質的な議論したいなら、こんな小手先の機弁使うなよ。正直、こいつの言ってることは正論だけど、正論すぎて頭悪い奴には受け入れられないのが現状。まあ、誤字脱字を批判しだしたら負けだわ。芸人の、今ちょっと噛んだ？みたいな感じか。さこ、今、噛んだよね。くっそ、レスバに負けた、空でも見上げるか。またワイがさらされてしまった。でっけいくも。これま？空きれい、空青い。青い空でいき。くさ。さこ。レスバに負けたから空を見上げようって発想なんかかっこいい。実際レスバ中の5時のやらかした感半端ないよな。お前らまだまだ浅いな。こんなテクを今更知るとは情けない。5時はすれてる番ほど見逃してくれる。専門番とかはマジ煽りしてくる。わい、無意識に脳で保管するから5時にすら気づかないこと多いわ。これも最初何が間違ってるのかわからんかったわ。わかる。つまらん指摘に逃げたら負けという風潮。ゴジは、ガイアに突っ込ませるのがセオリーやぞ。絶ゆる狙い、あえてゴジるのは、未だにやってしまう。本意なダメージに対して、センズ上げるタイプの敵。デスバに負けそうになると、一回のふりして逃げようとするやつ、ほんと嫌い。これ。ぬぅ？デスバって、8割うやむやになって終わるけど、稀に勝った時、脳汁ドバドバ出るんだよな。デスバトルにおいて、ゴジ煽りは敗北宣言と同義。ゴジいじりは握手やしな。こじってて、くさ、焦ってんのか？もっと落ち着けよ、わら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 。レスバなんてしてるうちは、まだ青い、ワイには勝てんよ。こじ青には建設的やないからな。レスバって、良くも悪くも、お互いに意見があって、それを一戦までになんとかしないといけないから、こじ青になんかやってる暇はない。レスバのような、最後にレスした奴が勝ちの外バトルで、そんなこだわる意味もないやろ。煽りカスとレスバトラーの違いということか。コロナウズレベルの根本的な誤りは、相手のためにも後々そいつとレスバする人間のためにも指摘してまうわ。ゴジ煽りしかしないのがダサいのであって、きちんと反論した上での指摘であればもちろんダサいのはゴジった方やで。論理で強いくせに、煽りも上手い奴が一番立ち悪いよな。煽るだけの奴なら、虫みたいなもんだけど。ゴジはレベルによるわ、5変換程度なら突っ込んだ方の負けやろ。でも、そもそも言葉の読み方間違ってるとかなら突っ込めば勝てる。プリントの5時見つけてはしゃいでる。小学生。